タンティー監修ペットボトル飲料からシリーズ初のフレーバー、芳醇なラフランス香るヤシのひとときをファミリーマートより2024年11月5日に日本全国で発売したシリーズ初のラフランスフレーバーティー、アフタヌーンティーが監修、ファミマルラフランス香るルイボスティー。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上田大夫、本日もよろしくお願いします。開けていきたいと思います。ではいただきます。希望小売価格税別105円、税込み113円、販売地域は日本全国。秋冬にぴったりのラフランスの芳醇な香りとルイボスのすっきりした味わいが特徴のノンカフェインの無糖ルイボスティーです。ルイボスティー、清涼飲料水、内容量は 600ml、 アレルゲンは使用していません。 100ml あたりエネルギーは 0kcal。 全国に展開しているアフタヌーンティーティールームでは1981年のオープン以来、お茶と共に過ごす豊かな時間を提案し続けています。無果汁です。この商品はファミリーマートとアサヒ飲料が共同開発した商品です。評価は4です。ルイボスティー付きにはいいんじゃないかなと思います。ルイボスティーのあの独特の味わいはそのままに、ラフランスの香りがついたという感じの味わいとなっておりました。ちょっと香りがね、物足りないなという方にはこのラフランスの香りを感じつつ、ちょっと独特ではあるけれども、ルイボスティーを飲んでノンカフェインで疲れた日頃のねストレスとかを癒されたいっていう方にはおすすめだと思います。秋冬にねぴったりのラフランスの芳醇な香りが楽しめますんで、ぜひあの香りを楽しみつつルイボスティーを楽しんでいただけたらなと思います。ファミマルラフランス香るルイボスティー、ノンカフェインで無糖で無果汁となっております。ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。ではじゃあね。